はい、えー、今回はご聖戦の本戦1回戦から、えー、長地くん名誉名人対、えー、高磯八段の碁、えー、を紹介したいと思いますはいじゃあそれでは見て,見ていきたいと思いますはい長くん、えー、先生の黒番ですはい、はい、滑りですね、まあ、最近は付け二段が多い中滑りは珍しい手ですねはい 普通の、ね、布石になりましたはい、はい、コスミ付けからこう激しいですねまあ趙地君先生はねやっぱコスミツけから打つコスミツけからこう挟むの,のが多いですかねはいまあ普通単に挟む手も当然あるんですけどそうするとこうやって裁かれてしまいますので はいまあ、それを嫌ってコスミ付けですねはい、まあ、ここに打つのはここ羽ネツギをまあ楽しみに打つ手がありましてっていう意味がありまして地に辛いんですねこっちの方がどちらかというと、はいはいまあ、こうなって、まあ、例えばこうやってねここ あの打てるのがここにいいところにあるのでね、うん、それでこういう進行とか、はい、そういう手を一応含んでいますね。はい <coughs>、はいまあ、受ける手では何か先にこすむような手を打つことも考えられるような気がしますね。 こう受けますとこういう手がちょっとねあとで闇になってきますので、はい、まああとこうやってこうやる形もありますねでこうやって置くのも普通の形です、はい、実践を張ってうんまあそうですねちょっとあの上う すすごく取ってる打ち方なんですよ、ね、まあ普通でしたらまあここら辺でやめてまあトだりするしておけば常識的と言いますかねはいなんですけど張智久先生はまあ取るものは取ってという感じではい <laughs> ここねあの稼ぎに行きました。 ですね、ここで後でねちょっとすごい振り返りになるんですけどこっから行けばねおそらくこうなったと思うんですよねはいそれをこっちから打ったので後で思わぬ変化になりました、はい、この時に、はい、で出られたんですねはい、うん、で勢いこういう変化になりましてね 今押さえるとこうなってこう戦った時にここら辺が効いてきますんであのちょっとこちらに対してねあの戦いが違ってきますんで白も受けにくかったですね。でこういうワカレになりました。でこうなってうん。 まあ、隅は一応ね、まだ味よく死にきってないので,で、ここ突き抜いた格好がね、いいのでね、ここら辺は黒が成功したと思うんですけどね。はい。ただこの時に、ちょっと下がりをうっかりしてたみたいで、うん。ここは何もしない方が良かったですね。そうすれば、抑えから、 うんと、あ、これはいいんですかね。一応、こうやって切って、あ、すいません。ちょっと手順が、こうやって、こうやって、はねたんですね。うん。で、こうなって、ここ、まあ一応、手はまだあるみたいですね。こっちから、こうやってやれば、 あの二段行がの残る形ですね、はい、ただやっぱりな何かの手をうっかりしてたみたいであのー、ちょっとぼや,ぼやいてたみたいですねはいで今の二段コを消してここに打ったと、はいうん、でこうやってまあ一応取り切ったっていうかね格好ですね まあ、形勢悪いと思えばねこう下がって頑張ったり、うん、しちゃいそうなんですよねこの石はもう黒つながってるので、うん、ここを一生懸命取りに行ったのはねどうだったでしょうかねうんこう下がって頑張るのもありましたね、うん、もしかしたらこっちの方が良かったかもしれません、うん、これはちょっと楽観気味の一手かもしれないですね、うん、わかんないですけど はい、まあ一応白も目がないので一応遠い寄せコにはという手はあ,りあるみたいですね。 こここれはあのここののからの通常の手順ですね、はい、白もこうやれば普通の形なんですけどちょっとここをこう残りにされて、まあ、こういうとこを打たれると嫌ということで、まあ、全体を攻めに行きましたね。 白はですねま取りに行かないではいあの生かして打つ作戦もありましたねそれでこのぐらい打っててあの結構白もなかなかだったみたいですうん,うんだからそうですねこの黒のこれで黒負けてるんですとうんやっぱここ三 3, 3入られたのがねどうだったかなということに戻るかもしれないんですよね まあ白はこう取りに行きました結果的にはこ,うこっちを、うん、まあそうですね、まあ、取ることができましたけどこっちが薄くなったので、あのー、白もねちょっと油断ならない形になりました。 はい,この,いこの白がね生きるかどうかがもう勝負ですね勝負どころっていう感じなんですけど黒もうんとまだ完全に繋がってませんのではい。 この手ではこう伸び,る伸びて打つしかなかったようですね。これでここのこうこうの問題でま,あまだ分かんなかったっていう展開なんですけどね。はい実践はこう跳ねたことによって <laughs> この石がねちょうどきれいに実践の進行をね見てみますと全部必然でうんこれも継ぐしかないですからね。 こうなった時にこうつ,、ね、つなぎでねちょうどこことここが見合いで取りに行くにはこうやるしかないですけど切られてねちょうどここ入れませんのでこれでちょうど生き形になったんですね、うん。ちょうど生きる格好になっては黒があのー、まずいということで。はい で最後まで作ったんですけどね11目半勝ちということではいあの白の勝ちとなりましたね、うんまあ、黒はそうですねここ序盤でちょっとラッコの石が取れればいいと思ったか、うん、でちょっと落観したかもしれませんね三三、うん、入れば白も十分出る格好だったみたいですはいこれであの黄さんはね 1あの一回戦突破することができまして、はい、張先生はね、残念な結果となってしまいました。はい、じゃあこの後はこれで終わりにしたいと思います。はい、失礼いたします。